おーどうもー、若そうです。けんちゃんでーす。ハンドレッドと申します。お願いします。実写版のガリガリ君じゃないですかね。ちょっと、誰にガリガリ君だよ。次までやったら完璧じゃないですか。ねえ、すいませんね。ねえ、と申しまして、身長高いやつ低いやつね、分かりやすいコメントだけね、覚えていただければなと思いますよね。はい、お願いします。はい、いや、でもさ、はい、こうやって並ぶとやっぱ俺たち背高いね。僕ね、中学校の時にね、バレーボール部だったんですよ。あ、そうなの。そうそうそう、それでちょっと背が高い。え、僕にバレー教えてよ、やってみたい。教えてもいいけどさ、真面目に聞きあるよ。あ、もちろんだよ。もちろんだよ。ああ、まずバレーボールというのは、うん、レシーブとスパイク、ブロックができれば大丈夫。あ、約束ね。違う違う違う。嘘ついたら賢い坊主が出るぞ。一休さん。チーン。チーンじゃない。ふざけへんじゃん。いや、これ違うよ。ちょ、多いから一個ずつ教えてよ。一個ずつね。ああ、まずレシーブからいきましょう。ああ、構えはこう。柴田聞こう。違う違う。構えはこう。あ、DJ こう。違う違う。構えはこう。この手を上げたらとんがりこう。こう。こうじゃねえよ、お前。ふざけてんじゃねえか、やっぱりよ。バカなの。バカバカ。ちょっとお母ちゃん言わせてもらうけどね。なんだよ、バカって言われた方がバカだよ。じゃあお前がバカじゃん。僕はどっか。なんださっきからよ、お前ちゃんとやれよ。お前ごめん、ちゃんとやる、ちゃんとやる、ごめん。ちゃんとやったらお前が大好きな甘栗剥いちゃいました、あげるから。え、ほんとに。できてんの。え、ちょっとちょっとちょっと、はい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 、これがレシーブの構えになってます。おお。姫様よ、出てくんのよ。なんで出てきちゃうの。コンビ出てくるの。俺が今カッコついてるから出てくんじゃねえよ。ごめん、すまん。頼む。いや、これ分かったから大丈夫。次、次のやつ教えて。次はね、トスですよね。お、おでこの上に三角形。お、ここ、うん、手のひらを返す。返す、うんうんうん、これ動きながら、動きながら、動きながらやんないと練習になる。ちょっと難しそうだね。難しいんだけど、これ反復練習だから。こういう感じかな。そうそうそう。じゃあじゃあじゃあ、気持ち悪いな、おい、うん、おい、気持ち悪い。虫みたいになっていくから、おい。皆さん、お待たせしました。パフュームの新メンバーです。そんなやついねえよ。よろしくお願いします。やめやんなっつってんだよ、お前。ああじゃねえよ、お前さね。何がどうした。やれよ、お前さね。いいじゃねえ、別に。教えねえよ、お前。いや、教えない、言わないでよ。教えない、怒んないでって。わかってない。お願いダンスするから、ザカちゃん。お願いダンス。お願いタッチ、タッチ、ここにタッチ、ワオ。ちゃんとやれよ、お前。ちゃんとやります。約束しろ。約束する。約束する。約束するよ。ちょっと、ほら、ほら、約束させて。はい、これがトスの動きになってます。おお、我が様です。神様です。出てくんなよ。なんで出てきたよ、これ。これ癖になっちゃったみたい。癖になっちゃったじゃねえよ。お前、ふざけてんだ。俺、ふざけて教えろ。次教えてよ。次はね、アタックですよ。アタック1、2でムチを打って腕を振り下ろす。そこら辺のフォローする。フォロースルーはこう。おお、ちょっと教えてくれんじゃん。フォローするあげるから、お前。分かった分かった、走ってきてよ。いいよ。一つ上げた。1、2。スポンジボブです。グッモーニング。ちょっと。ふざけないで、おばちゃん。バレーに構える気ないでしょ。はい、これがブロックの構えになったんです。おお。おお。うわ、いっちゃってよ。何なんだよ、さっきからよ、おい。いや、大丈夫だよ、おばちゃん。なんだよ。おばちゃんのおかげで、僕、バレーの動き完璧だからさ。この間、俺がスマートに教えたんだ。これでやっと僕、バボちゃんになれるね。バボちゃんになれたの。だから話全然変わってきちゃう。おい。ありがとうございました。